しては続きやっていこうと思います。ではアレクサンドリア探索ですね。またビビ操作になりました。あ、この辺にいたね。どうやったらあのルビーを怒らせずに済ませられるかな。ん、あ、ちょフランクだけじゃなくてもう一人話しかけよう。マーカス、よ、ビビ、ちょっと頼みてえことがあるんだけど。頼みて何？頼みってのはな、俺たちと一緒にルビーの芝居を見てほしいってことなんだけど。え、これなんだろう、どっちがいいのかな。まあどっちでもいいか。僕お芝居大好きだからいいよ。はい、じゃ俺の後ろの階段を先に降りてくれ。降りたらそこがルビーの小劇場だ、兄貴。うん、じゃあ降りまーす。ブランク、あんたな、うちが時間にルーズなん嫌いや言うの知ってるやろ。いつまでうちを待たせた気が済むんか聞かせてもらおうやないの。あれ、あんた誰やの。なんか変わった子やな。お、ビビズラ。おー、久しぶり、カステラおじさん。何やしな、あんたの知り合いやったんか。こんにちは、シナのおじさん。おいらおじさんじゃないズラよ。こう見えても若いズラ。面白い子やな。あんたのこと気に入ったわ。どうやうちの芝居見ていかへんか。うん、見ていく。ええ子や、ますます気に入ったわ。もうすぐ始まるか、好きな席に座っといてや。奥に座るんだ、前じゃなくて。どうやら兄貴のことは忘れてくれたみたいですね。あのやつちょろいもんよ。ブランク、後で話があるからな。兄貴バレてるっす。お、ダガーか。ねえスタイナー、は、なんでありますか。あの、時短とあってお話がしたいのですけれども。姫様、今はそのようなことをされている時でありませんぞ。そう、あのブラネが亡くなったからね、女王を継承するんですよね。もうあの男とは住む世界が違うのです。ああ、先生。おやおや、大声を張り上げてどうかされましたかな。さあ姫様、そろそろお召し物を着替えませぬとな。ビアトリックス殿、姫様のお着替えを手伝って差し上げていただけますかな。うん、そうそう、ガーネット様にお渡ししなければいけないものがございましてな。オパール、お、トパーズ、アメジスト、お、ちょっと待って、召喚獣ゾロゾロ来たんちゃうん。それらの石はガーネット様のお体に宿っていた力を封じ込めた石でして、ブラネ様が無理やりに、まあ今更このような話をしても始まりませんでしたな。スタイナー殿。そう、お着替えやで。スタイナー殿は姫様のお着替えにご興味がおありかな。そのようなことは失礼いたしました。ビアトリックス、ジタンと会いたいのですけれども、ダメかしら。今は大切な時期ですので、お控えになった方がよろしいかと。あなたまで同じことを言うのね、ガーネット様。取り乱してごめんなさい。あら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 、あ、エイコだ。タガーが女王になる今こそ、ジタンのハートを射止めるチャンスだわ。かわいい。まずアタックの踊らばれた作戦よ。グッとくる言葉書かなくちゃね。お、先生。女王というカムリはガーネット様には少々おまにかもしれませんな。しかし国民の期待がかかっておるゆえ、何としても頑張っていただかなければ。はい、あの人が良さそうだわ。ねえねえ、ちょっとそこの偉そうなおじさん。ほほ、私がそんなに偉そうに見えますかな。うん、十分偉そうに見えるわね。
どのあたりがそのように見えますかな。高額のために教えていただけると助かりますな。そうね、まずその偉そうなおひげ、そしてその偉そうなお帽子、それからその偉そうなお花、どこからどう見ても偉そうだわ。かわいい。誇りは敵美人。時にあなたもしかして文章を書くのお得意じゃないかしら。おお、ここは見破っておりますね。ご明察ですな。一時はそれで糧を得ていたこともありますので、それなりには。ちょっとお手紙の書き方を教えてほしいんだけど、よろしいかしら。お手紙ですか。恋文を書くのか。私でよければお手伝いさせていただきますよ。じゃあ私についてきてくださる。今の娘の頭についていた角、あの角は、お、召喚師、召喚師の証みたいな。ずいぶん前のことなので忘れかけておったが、後にも先にもあの時ほどびっくりしたことありませんでしたな。嵐のあった次の日、漂着した船には女の子が一人と、その母と思われる女が一人、ダガーとダガーのママかな。母の方はすでにこと切れておったが、女の子にはまだ息があった。その女の子の顔を見た瞬間、私は腰が抜けた。なぜならその女の子の顔は亡くなられたばかりのガーネット様にうり二つじゃったから。え、さらに驚いたことに、その女の子には角が生えておった。え、角が生えている人間、一体どこから流れ着いたのか。仙翁はその女の子の角を取り去るように命じた。あ、やっぱり取られちゃったな。てかガーネットやっぱり角あったんですね。でそれを取られちゃったと。痛そう。女の子は泣き叫んだ。仙翁とその妃であったブラネ様は女の子をガーネット姫として育てることにしたのだが、まあ影武者だったってことよな、ガーネット。それでは今目の前にいる角の生えた娘とガーネット姫との関係は一体。ね、出身書っていうのは分かりましたけど、まあ、トット先生は知らないでしょうな。何してるの、早く教えてちょうだい。お、これはこれは失礼いたしましたな。ガーネット様、お尽くしをございます。あら、もうお姫様じゃない。ありがとう。ところでベアトリックス、あなたに知っておいていただきたいことが一つあるのですが、何でしょうか。私は、お母様は、つまりブラネ女王の実の娘ではないのです。ガーネット様、実は先ほどトット先生からお聞きいたしました。ですが、ガーネット様への忠誠はこれまで通り、いえこれまで以上お尽くしする所存でございます。ええやん。ベアトリックス、ありがとう。あらーって、あらー、できたわ。あ、モーグリようやくいた。この手紙を見ればジタンはエイコにメロメロになるはずだわ。ありがとう、じさん。ほほ、お役に立てて何よりですな。そうそう、あのね、私エイコっていうの。マダインサリってとこから来たのよ。あ、これで分かっちゃうんじゃない。またお会いしましょう。じゃあね。マダインサリから来た。マダインサリといえば伝説の召喚師一族の村ではないか。しかもその村は伝説だけの存在で実在しないと聞いておったのだが、まあ外側の大陸がありましたからね。はてさて、これは一体。よし、あ、ちょっと待って、もう一回入ろう。セーブしたいんだか。はいはい。あ、お、じゃあセーブをするクポ。よしよしよし。でね、これね、階段登らないでね、その下の道を少し行くとイベントが発生するんだって。だからちょっとイベント見たいです。結局あれだな、サラマンダー仲間になって少ししか使わないで、そのままちょっと仲間離れちゃった状態になっちゃいましたね。あいつどこにいるんだ、サラマンダー。これ一体どういうことですかな。じゃあ階段を登らず、その下の道を行くって言ってたな。下の道はこっちでいいのか。さあ、早くジタンに手紙を渡さなくっちゃね。だけどジタンとはどこ行ったのかしら。キャッ、あー、下ろして。
い、大丈夫か。苦しい。すまねえな、急に飛び出してくるからびっくりしまったぜ。だけどその高さじゃ俺には下ろしてやれねえな。ガーじゃないよ、ちょっとガーじゃないわよ、このタコ。あ、手紙が落ちちゃった。エイコ下ろせないんだったらね、その手紙をジタンって人に届けてちょうだい。いいわね。お、ジタンに届けりゃいいのか、お安いご用だ。え、これなんか変なことになりそうなんだけど。で、私はどうすりゃいいのよ。お、船が来てねえじゃねえか。お、スタイナーたちだ。城内見回り完了、異常なし。お、どこかで見た後ろ姿だと思えば、盗賊の棟梁のバクーではないか。俺の名前呼ぶのは どこのどいつだ。なんだてめえか。隊長、盗賊の捕まえましょう。いや、少しは世話になったやつだ。この場は自分に任せて見回りを続けてくれ。はっ。ちっと話のわかるやつになったみてえだな。そんなことはどうでもよい。お主は盗賊、ここは盗賊どもの来るところではないよ。蝦夷国立ち去るのだ。へえ、そうかそうか。俺たちの仲間がこの国を救ったってのに、そういう扱いをするのかい。さすがだな、国を守る勇猛果敢で公明正、公明、なんていうんだ、盛大でいいのかな。な、吉様のお言葉は違うね。ジタンのことか、確かに奴にはこの国を、そしてガーネット様を守ってくれた恩義がある。だが盗賊は盗賊である。そのようなものを城内に留まらせることはできん。いてくれるじゃねえか。まあいいさ、こんな場所に長居する理由もねえしな。とこでジタンが城にはいなかったようだが、どこをほつき歩いてるのかおめえ知らねえか。あれ以来城には足を踏み入れておらぬようだ。なんかもう鬱っぽくなってたもんな、ジタンな。やつの棟梁である貴様も見習ったらどうだ。いちいちうるせえやつだな。あ、手紙。こんな堅苦しい場所はこっちがおさらばだ。あ、お手紙。ちょうど船も来たぜ。ちょ、手紙気づけお前。右見ろ、右。あー、ちょっと。ちょくら城下町まで頼むぜ。あー、ああー、手紙結局大きっぱじゃん。あ、ベアトリックス。大声がすると思ったらやはりスタイナーでしたか。ふう。ガーネット様をお迎えするという大事なこの時に、何か心の奥底に今まで感じたことのない痛みがある。この痛みは、ん？あ！ちょ、なになになに？スタイナーの落とし物か？なになに？あ、読んじゃうんだ！夜空が月のペンダントで着飾る頃、私は船着き場であなたが来られるのを待っています。なんですか、この手紙は？これはもしかして、スタイナーから私へ。いいや。ちょ、一周回って、ちょっといいイベントになったような気がするぞ。スタイナー。あら、ちょ、面白くなってきましたな。あ、事態になった。だが、あのやつ。城の椅子ってのはそんなに座り心地がいいものか？違う。ダガーがいないと俺の一日が始まらないんだ。あの微笑み、あの声、ダガーの声は俺にとっちゃとても心地よい歌に聞こえるんだ。その歌だけが俺の気持ちを鳥よりも高く飛ばすことができるんだ。おお、もうメロメロやん。だけどあんたは飛べるで。あ、ルビーちゃんたち、ジタン、あんたの高く飛べるで。そうずれよ、ジタン。こんな薄暗いところで机にへばりついてるなんて時短らしくないぜ。その通りっす。よしてこれ、お前たちに俺の気持ちが分かってたまるか。わっ、あ、リーダー、久しぶりじゃねえか、時短。
しけたつらしやがってどうした。そうだボス、また俺をタンタラスに入れてくれよ。みんなと一緒にお宝を盗みに行こうぜ。お宝ね。お宝ってなごろごろと世の中に転がってるもんじゃねえ。だけどよ、一度手に入れると決めた宝はどんな状況に陥っても必ず手に入れる。これがお前も知ってるタンタラスの掟第一条だ。それが守れねえやつはタンタラスに入る資格はねえな。つまり小鳥一は捕まえられない今のお前にはタンタラスに入る資格がねえってことだな。ボス。あ、ビビ来た。レイジタン、お姉ちゃんに会いに行かない？このポーズの方がよっぽど素直な感情を持っているじゃねえか。あ、かわいい。帽子直して。ねえ、行こうよ、ジタン。ねえ、タラ。あ、わかったよ。城へ行って女王になるだがに頑張れよって応援してあげよう。うん。おー、ええやん。おー、ということで、ビビが帰ってきたな。で、ジタンを、操作に変わったんだけど、お、いいね。忘れちまった。イベント、誰のだ？あ、ジタン、あー！お前、遅いんだよ！お、なくしちまったぜ。じゃないです。もう、エイコかわいそう。よし。お、ガイドさん。あ、ラップ吹いてくれた。で、左側に行くんだと。カンネツ様が女王様になったらさらに住みよい世の中になるかしら。きっとそうでしょう。カンネツ様ならきっと住みよい世の中にしてくださるわ。おお、会いたいんだけど、ガーネット。ガーネットって呼ぶべきか、ダガーって呼ぶべきか迷ってしまうな。ね、こっちに行くとイベントみたい。フライヤーさんじゃん。チタンのやつめ、アレクサンドリアにおるのなら顔くらい見せればいいもの。あ、サラマンダーさん。仲間になって間もない。なんじゃお主、私の顔に何かついておうとでも思う。あ、そっか、この二人は初対面か。誰もそんなことは言ってない。あ、やるか。あ、バチバチしてんよ。俺は今まで喧嘩を打ったことはないが、売られた喧嘩は必ず顔主義だ。だが、お前がお詫びさえすれば、その無礼は見なかったことにしてやろう。少子。この場でのいさかいは滞在でスタージンにやめなさい。おいや、穏やかじゃないな。時短ではないか。久しぶりに会ったというに悪いが、今取り込み中じゃ。この女、お前の知り合いか。ならば言っておけ、オムラ色のサラマンダーとは俺のことだとな。まあまあ、そう怒るな。やつも虫の居所が悪かっただけだよ。悪いな、お姉ちゃん。こいつは俺の知り合いなんだ。この場俺に免じて許してやってくれよな。ガーネット様よりジタン様やフライヤー様、そしてビビ様には特別な配慮をするよう命を受けておりますので。ダガーが、そうそうか、悪いね。フライヤーもさ、いつまでも怖い顔してんなよ。私は本当に怒りたいのはジタン、お主のことじゃ。お主と同い年のダガーが一国を背負おうかというこの時期に、お主は何をしておるのじゃ。少しはクジャというあの素性でも調べることができたのか。どうなのじゃ。ちょっとは調べたんだけどね。何を悠長なこと言っておるのじゃ。ダガーの体から召喚の力を無理やり抜き取ったのがクジャの陰謀ならば、その召喚獣を使い手を組んだブランにさえも殺してしまったクジャのことじゃぞ。そうなんですよね。今後ダガーの身に何かが起こらないわけがなかろう。分かっているさ。だけど俺に何ができるんだ。大事な人に優しく声をかけることすらできない。守り通すことだってできるかどうか。ましてやその大事な人が女王様とにゃりゃ守ってくれる騎士はいっぱいいる。俺の出る幕じゃないね。あ、ビビどうすんの、引っ張ってけ。ねえジタン、ダガーのお姉ちゃんはジタンと会ったらきっと喜ぶと思うな。まあ、ダガーも会いたがってたもんな。
だから会いに行こうよ。うん。でもすぐに城を出るからな。ジタン。俺から逃げようと思ったって無駄だ。俺はどこまでも追いかけるからな。いやー、ちょ、ストーカー発言やめてください。怖いから。好きにするがいいさ。よし。じゃあ、イベント見ました。で、これね、船に乗ればいいんだって。よし。船に。お、フライヤーとサラマンダーさんも。あ、フライヤーレベル15から育ってないのか。ちょい。あ、レゼの風もまだ習得してないしな。ゴールドヘルム。お、デビルキラー。これは？お、あ、これまだ、ちょっと待って。あ、大丈夫だね。で、わー！これはフライヤーめっちゃ鍛えないといけないな、これ。じゃあ、行きまーす。城に。あ、でもなんかだいぶいい時間だから終わってもいいな。よし。で、お城に着いたら、城の入り口まで進むんだって。こっちでいいのかな？キャー、離しなさいよー。あー、捕まってんだけど、二人何？ぽい！いた！うまーレディに対して失礼ね。これ以上騒ぐとロイヤーぶち込むぞ。怖っ！キーどうしたんだ、エコ。あ、ジタン聞いてよ。あいつったら私のことを想像しいだの、うるさいだの、騒がしいだの、やかましいだの、ひどいことばっかり言うんだから。その通りじゃないか。何でしたっけ。子供の相手は好きじゃない。少しは気を沈めよ。時にお主な、名は何と申すのじゃ。あ、そっか、初めてか、フライヤー。私はエイコよ。マダインザリから来たエイコキャロール。おー、マダインザリから来たのか。初めて聞くとこじゃの。あなた何も知らないのね。マダインザリってのはね。お前たちいつまでぐちゃぐちゃ喋っておるのだ。ここは城内、お前たち置くとこではない。ねえ、スタイナーのおじちゃん。おお、これはビビとのお久しぶりであります。僕たちダガーのお姉ちゃんに会いに来たんだけど。姫様でありますか。うわー、わかりました。ビビ殿の頼みなら何とかいたしましょう。おお、ビビにはやっぱ優しいな、スタイナ。さあ、会えるか？よいか、お前たちはここで待っておるのだぞ。姫様、どうぞ。あー、来た。みんな、よく来てくれましたね。だが、綺麗。わあ、お姉ちゃん、とっても綺麗だよ。お見事なものじゃ。のおじた、お主も何か言ってやったらどうじゃ。俺はいいよ。なんでそこでちきるの。姫様、もうよろしいでありますか。じた、ねえ、だが私たちもう会えなくなるの？いや、そんなことありませんわ。でも今までのように世界を自由に歩き回ることはできなくなると思いますけど、あなたたちと一緒に冒険した広い大地のことは一生忘れません。だがあなたとは良きライバルで居続けたかったわ。ライバル？うん、エイコって時々面白いことを言うわね。あ、そうだ、あなたに渡したいものがあるの。私たち召喚士の絆の証として4つの宝珠を2つずつ分け合いましょう。あー、分けるんだ。何もらったの？私の宝珠が2つ。エイコの宝珠も2つ。じゃあね、エイコ。だが永久離脱か、ここで。どうなんだ。どうしてジタンはお姉ちゃんに何も言わなかったの？言葉が
俺の言葉が、言葉がどうしたのじゃ。俺の言葉が何も出てこないんだ。ああ、もう、なんか綺麗すぎて言葉を失っちゃったんだな。ダガーにあったら話そうと思ってた言葉があったんだけど、それは全部嘘だった。それは俺の言葉なんかじゃなかったんだ。頑張れよ、ダガー。陰で応援してるからな。困ったことがあったらいつでも相談しに来いよな。全部嘘だ。俺の言葉なんかじゃない。もう愛してる、言っちゃえ。俺の言葉なんかじゃない。いいっすな、いいっすな。やっぱりジターの頭の中にはダガーのことしかないみたいね。あの手紙書かなきゃよかった。でもジターとても寂しそうだった。エイコがジターのために何かしてあげられることはないのかな。エイチョかわいいな、エイコも。あー、ジターのバカ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 、ジターのギブチン。エイコの気持ちも知らないで。ジターには悪いけど今夜会わないでおこう。そうと決まった。あのニブチンが来る前にこの場所からいなくならなくちゃね。あ、誰か来るわ。ジタンかしら。急いで隠れなくちゃ。え、なんだろう。あー、はい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 、ブランクとマーカス。兄貴、誰もいないみたいっすよ。ちょっと来るのが早かったかな。かもしれないっす。でも一体誰なんすかね、兄貴にラブレターを書いたのは。そりゃお前、この文面を見りゃ超べっぴんさんが書いたのに決まってやだろ。どうすか、兄貴いつも俺はモテるとかなんとか言いながらモテてやとこなんて見たことないっすよ。だいたいその手紙だって兄貴が直接受け取ったわけじゃなくて、兄貴がこっそり潮の様子を見に行った時に頭の上に落っこちてきただけっすよね。だから言ってやだろ、直接手渡すのが恥ずかしくてそういう方法を取ったのに決まってるって。それにお前、俺がモテないなんて疑ってるみたいだけど、それは間違ってるぜ。本当にモテる男は近寄りがたいもんだから、なかなかモテるところだな、見せることは。あ、ちょっと待って、またちょ止まったんだけど、まあセーブしててよかった。ちょっと待ってね。あ、兄貴誰か来たっすよ。おい、マーカス、人の話で最後まで。兄貴隠れるっす。なんだこれ。やれやれ。あら、手紙が。今後はより一層警備を強固にせねばなるまい。朝も昼も夜も雨の日も風の日も晴れた日も身を粉にして厳重な警備を行うのである。右よーし、左よーし。お、このようなとこにゴミくずが。いや、これはゴミくずではなく手紙のようであるな。なになに。夜空が月のペンダントで着飾る頃、私は船着き場であなたが来られるのを待っています。なんと、これは恋文ではござらんか。一体誰が誰へ、誰が誰へ当てた恋文なのであるか。ちょっと待って、これベアトリックス来ちゃうんじゃないの。宛名も送り主の名も書いておらんな。まさか自分がこの場所を通ることを知った者がこの場所に手紙をさりげなく置いたのであるまいな。だとすると一体誰が。あれ、来た。ベアトリックス、したいの。ベアトリックス、まさかお主。ドキドキ。これが大人の恋っていうやつかしら。いや、いいんじゃない、いいんじゃない、いいイベントだと思うぞこれ。あ、兄貴、ちょっと待って、見ていろ。野獣馬が3人。したいの。ベアトリックス、どうなのかしら、どうなのかしら。俺鼻血が出そうっす。バカ、親指でも突っ込んで我慢してろ。あ、ヘブション。あ、ヘブション。ボス。ああ、せっかくいいところだったのに。ああ、マジか、なんだよ、なんて間の悪い。ジタのやつめ、どこへ行きおったのじゃ。さあな、僕探してくるよ。エイコ、キャッ、何すんの、危ないわね。エイコ、エマイライしてんのか、気をつけなさいよ。ちょっと失礼いたします。こちらにエイコというお嬢さんおいでではありますが。あ、ついさっき、ついさっき今し方ですよ。ああの時の偉そうなおじさん。ほほ、相変わらずお元気そうで何よりですな。
そうよ、エイコあいつだって元気いっぱいよ。でも本当はジタンのここの隙間にさえ入ることができなくて涙が出そうなのよ。ちょ、可愛いんだけど。今何か戻りましたかな。うん、何も言ってないわ。ところでエイコに何か御用があってきたんじゃないの、偉そうなおじさん。おっかり忘れてしまうところでした。お嬢さんの来られた村なんと申しましたかな。マダインサリーのこと？そうそう、そのマダインサリーのことで少々お尋ねしたいことがございましてな。いいわよ、手紙を書いて書いた俺何でも教えてあげる。でもここじゃなんだかおじさんのお家にてお話ししない？私の家ですか？私の家はトレノというところにありましてな、ここから少々遠いのでございますが。トレノ、なんだか怪しげな響きの町ね。いいわ、エコ、今いろんなものに興味があるの。ちょっとくらい遠くてもいいから案内してちょうだい。あ、ジタン帰ってきた。今トレノでカードゲーム大会っていうのやってんだろ。俺もちょっと参加してみたいんだ。え、何やるの、カードゲーム。私一回もやってないんだけど、このゲームで。カードゲーム大会なんだか面白そうだね。僕も行ってみたいな。私も行ってみたいの。トレノか。はは、何やら賑やかになってまいりましたな。良いでしょう。私が皆さんをトレノまでご案内いたしましょう。おお、じゃあトレノ行くんだ、みんな。ここにはまだ霧が残ってるのか。なんだか霧が晴れる前のイーファの木みたいな感じね。でも前より霧は遅くなったような気がするよ。ふむふむ、霧を皆さんが止めたお話を伺いましたが、根を通って送り込まれていたためまだこの付近には残っているのでしょうな。まあそのうちなくなるんでしょうね。これがガルガントか。あ、来た、ガルちゃん。それでは参りましょうか。おし、あ、なに、月なき美空の道化師たち。あ、誰もいないでおじゃる。あ、こいつはどうすんだろうな。ブラね、なくなったから。本当でおじゃるか。本当でおじゃる。本当に誰もいないようでごじゃるな。当たり前でおじゃる。で、これからどうすりゃごじゃるか。ガネット様にお願いして再び潮に戻らせてもらうでござ。なんて調子のいいやつらなんだ。絶対ダメだろ。本当に城へ戻るようでごじゃるか。そんなことお願いしてみないとわからん。かかりようでおじゃる。ああ、ブランクたち誰もいないようだな。そうそうね、俺たちがジタンのためにできることはこうやって夜回りをして、そしてアレクサンドリアが平和であり続けることくらいしかないよな。そうっすね、そうすればジタンさんも安心するはずっす。しかし不気味なくらい静かなようだな。もう一回りしよう。了解っす。ふふふ、よく見つかるとこだったでおじゃる。で、これからどうするでごじゃるか。そんなこと決まってるでおじゃる。あんな奴らがいるアレクサンドリアからとっとと逃げように決まってよ、じゃあ。潮に戻るって言ってたのに、さっきまで。こいつはどうやって今後関わってくるんだ。あ、来た、トット先生の家。じゃあもうトレノに着いちゃったね。こんなとこか、トレノに。狭苦しい旅で申し訳なかったですかな。いや、なんだサラマンダ、トレノに来たことあんのか。お前はどうなんだ。俺か、俺はいい女のいるとこな、どこでも。ねえ、エイコ、ちょっと街を見てきてもいい？マダインサリーのことお話しするの後でいいよね。どうぞどうぞ、何も急ぐことはございませんのでな。何グズグズしてんの、行くよ。ビビ。え、ボボーク？当たり前でしょ、エイコ、この街初めてなんだから。それで私も行くとするか、羽を伸ばすには良い機会じゃ。サマンダ、お前はどうすんだ。相変わらずよくわからんやつだ。お、そういえば今日はカードゲーム大会の受付最終日ですぞ。よし、じゃあちょっと今回ここまでだな。私も少々おでんに覚えがありますので、もし何かお困りのようでしたら手助けいたしますぞ。どうしよう、カードゲーム。よし、ということで、じゃあアクティブタイムイベントもまたね、次回見ていこうかなと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。